皆さん、こんにちは。今年80歳を迎える橋幸夫さん。昨年1月にテレビ朝日、徹子の部屋に出演し、以前より表明していた80歳の誕生日となる今年5月での歌手引退について話していました。今回は、引退に向けた活動や、話題となった本当の離婚の理由、離婚直後の驚きの再婚についてなど、お話ししたいと思います。それでは、橋幸夫さんのプロフィールから紹介します。本名、橋幸夫、生年月日、1943年5月3日、血液型、A 型、身長、167センチメートル、出身、東京荒川区。今年1月に歌手活動を引退する橋幸夫さんの、数々の名曲を歌い継ぐ歌手を選ぶ、オーディションの募集が開始され、最低でも1人、最多で3人の2代目橋幸夫が選ばれる予定です。デビューに際しての芸名は橋幸夫の名前をそのまま継ぐのではなく、橋幸夫、橋幸夫のように夫と部分の字は変えるそうです。未来を託す2代目橋幸夫像について、橋さんは、私より歌の上手い人を選びたい。もちろん容姿、容貌も大事です。女性なら素敵な人を選びたい。これからの芸能界は大変ですが、後継者の橋くんたちに頑張ってもらいたいと話しています。2021年10月に声の衰えなどを理由に歌手活動から引退することを発表した橋さん。引退後は日本画家などとしてアートの世界で活動したいと話していました。橋さんは歌手引退の大きな理由として、コロナ禍の影響も含め歌う機会が少なくなり、発声練習が減り、声がだんだん出なくなったそうです。声が出ないことでファンに心配をかけたり、今までの良い時の記憶を崩したくないと明かしていました。歌手としては引退されますが、芸能活動は続けるとのことで、また新しい橋さんの姿を見ることができそうですね。さて、プライベートについてですが、橋幸夫さんが今回離婚にまで至った奥さんは奈美子さんという方です。二人の出会いは1969年ハワイ行きの飛行機の中だったそうです。奈美子さんは日本航空国際線の客室乗務員で、橋さんの大ファンでした。そのことを知っていた同僚が乗り合わせていた橋さんに紹介したのがきっかけだったそうで、お互いに一目惚れで、橋さんは帰りの飛行機を奈美子さんが乗っている便に変更するほどだったそうです。二人は1970年に婚約、1971年1月に結婚、そして50年近く苦楽を共に過ごしてきた二人ですが、2018年の3月に離婚が報じられました。実際に離婚が成立したのは2017年の末とのことでしたが、実は2016年頃から別居していたそうです。世間では熟年離婚であることから話題になっていました。それではどうして50年近く苦楽を共にしてきた2人が離婚に至ってしまったのでしょうか。世間では橋さんの浮気が原因なのではと言われています。橋さんと奈美子さんは結婚3年目の1973年に長女の奈緒さん、7年目の1977年に長男の龍吾さんが生まれます。長男の龍吾さんが生まれた頃から橋さんの浮気が始まったそうです。それまではゴルフに行っても家庭があるからといつも日帰りで帰宅していました。しかしある日から泊まりがけで出かけることが多くなり、しまいには外に好きな人ができたと堂々と告白することがあったそうです。その他にも橋さんの浮気エピソードがいくつかあります。お葬式の弔問に出かけ、自宅に戻ったのは翌朝でした。奈美子さんはそれを不審に思い、何をしていたのかと聞いたところ、橋さんは個人の枕元にいたと説明をしますが、個人は有名人だったため、お葬式の様子がテレビで放送されていました。そして橋さんが弔問に訪れ、その場から帰る様子がバッチリ放送されていたのでした。弔問の日まで浮気とはかなり重症にも思えますし、なんとも
脇の甘いエピソードですよね。またこんなエピソードもあります。橋さんの実母のサクさんが認知症となった時に介護をしてくれたのはナミコさんでした。介護のためにサクさんと橋さん家族は同居を始めますが、徘徊などの症状を見せるサクさんの介護をナミコさん一人でしていたそうです。橋さんは何をしていたのかというと、ナミコさんが介護をしている間も浮気を繰り返していたそうです。そして1990年に母親のサクさんは享年88歳で亡くなります。介護から解放されたナミコさんでしたが、すでに限界が来ていました。それでもまだ子供が小さかったことから我慢を続けます。そして結婚29年目の2000年、親の見送り、子供も一人立ちしたことをきっかけに、橋さんに、あなたは私と一緒に生きようという気がないのよと自分の気持ちを告げたのでした。しかし橋さんは浮気はあったものの、生活を困らせたわけじゃないと取り合わず、話し合いは1年以上続くこととなりました。後に橋さんはナミコさんが浮気が原因で深く傷ついていることに気づき、結婚30年目にして本当の夫婦を始めようと土下座して告げたそうです。ですが今回結婚46年目の2016年に別居となり、その1年後の2017年の年末に47年間の結婚生活に終止符を打ち、離婚が成立することとなりました。橋さんは財産分与の代わりに都内の貸しスタジオや自宅の入るビルなどの不動産をナミコさんの名義とすることで円満離婚となったと報じられていました。離婚については嫁のナミコさんから切り出したことだそうで、そろそろ自由になりたいと橋さんに告げたといいます。橋さんもナミコさんの意思を最大限尊重する形での離婚だったとのことです。長年連れ添ってきたナミコさんもついに家庭を顧みず、浮気を続けてきた橋さんに愛想が尽きたのかと思われましたが、実はこんな話があったのです。ナミコさんが宗教にどハマりしており、それに橋さんが嫌気をさしたそうです。事務所に行くとナミコさんによって置かれた水晶玉や壺、怪しげな宗教画が多く飾られていたそうです。当時の橋さんの個人事務所の名前を決めたのもナミコさんに宗教を勧めた霊媒師さんだったそうです。ナミコさんはどんどん宗教にのめり込む一方だったそうで、そんな彼女に嫌気がさしていたのではないかとのことです。橋さんは周囲の関係者に早く一人になりたいと漏らしていたそうです。そしてナミコさんと2017年に円満離婚をした橋さんですが、なんと離婚の報道からわずか3ヶ月後に再婚の報道があったのです。こっちが本当の離婚理由だったのではないかと思ってしまうほど世間を驚かせました。50代の一般女性と再婚していたことが報道されると、橋さんの所属事務所は全て事実ですと再婚を認めていました。所属事務所は橋さんから事前に再婚の報告を受けておらず、文春からの問い合わせが来るまで知らなかったそうで、橋さんの密かに勧められた再婚について戸惑った様子を見せていたそうです。お二人の出会いは橋幸夫さんの講演会を通じて知り合われたそうで、その後はスタッフとして橋さんを公私ともにサポートされていたそうです。またお二人は東京近郊の温泉地にある高級マンションで新たな生活をスタートさせているそうですが、ここ最近このマンションと橋さんの都内にある仕事専用マンション周辺でお二人が一緒に歩く姿がたびたび目撃されているそうです。橋さんの浮気癖が治ったのかどうかは不明ですが、そろそろ落ち着いてほしいものですね。次は橋さんの子供についてご紹介します。1974年に長女である奈緒さんが生まれています。奈緒さんは芸能界に入らず弁護士として働いているそうです。一般人であるため生年月日や本名、写真など詳しい情報は出てきませんでした。そしてもう一人の子供、1977年に生まれた長男の龍吾さん。龍吾さんは9月20日生まれで芸能活動をされています。
しかし父親とは違い、歌手ではなく俳優として活動されています。踊る大捜査線やサラリーマン金太郎など20作以上の作品に出演されています。しかし2005年頃から俳優活動を休止しており、サラリーマンとして働いている説や橋さんの事務所でスタッフとして働いている説などいろいろありますが、現在はどんな活動されているのか公開はされていませんでした。今後またいつか復帰し、いろいろな作品で活躍する姿を見せてほしいですね。いかがでしたか？離婚理由や電撃の再婚など様々な経緯や理由などが分かりました。歌手としては引退となりましたが、芸能活動は続けられるとのことで、新しいフィールドでも活躍していただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。